久保さん、今回、道にしましょうか。道。やっぱね、あれですよね。あの、まあ、僕もこう、発信できる理由って、やっぱりその、まあ、なんだろうな。一本筋を通すというか、まあ、曲げるときもありますけども、なんだ、まああの発信し続けるっていうところは、その、軸があるので、多分ね、 辞めるってまあほ,ほとんどね久保さんも知ってると思いますけどみんな続かないじゃないですか辞めていくしだからなんだろうなうーんなんか自分の、うん、一つ決めた道というか一つこれやるぞっていうのがなんか軸みたいのがあると辞めようがないし続けられるし楽だと思うんですよね、うん、一つなんかこう柱というかあった方が。 うんでもなんかやっぱみんななんかうーんなんかそのね僕はこの億万長者合宿で好きなのがあの顔出しの件で久保さんがね「いや顔出しして歩いてるじゃないですか」っていうそのツッコミが僕は好きでね「いや顔出しして歩いてんじゃないですか」と「顔出しして電車乗ってるじゃないですか」と「顔出しして飛行機乗ってるじゃないですか」とかね「いや顔出しして船乗るじゃないですか」とかね 本当あのツッコミは僕好きなんですけどなんかそのお金を稼ぐっていうなんか道があればなんかそういうのもあんまり僕はねまあ気にするかもしれないけど気にしたとしてもやると思いますし別に顔出さなくてもいいんだけどもじゃあ顔出さなくてやれよっていうで多分多分ですよまあデータ取ってないんで分かんないんですけど顔出しした方がいいですか顔出ししない方がいいですかっていう,いう人は多分ね 結局顔出ししなくてもやんないと思うんですよ、まあ、やったとしても続かないしなんか要は軸がそこじゃないので軸はとにかく稼ぐってとこでだから僕ものセミナーとかなんだろうなそのやりたくなかったですしまあそもそも人前で話すっていうのは苦手だったんででも苦手でもやる嫌いでもやれた理由って軸があったからですよだから東京でこうすげえつらかったし仕事を もう死にたいと思って自殺もしようと思った時もありますけども、まあ、それでもやっぱ軸があったんですよね。まあでもそれはまあ死ねなかったチキン野郎っていうのもあるんですけど、まあ、手首にこう、カッターナイフ、このカミソリやって、やっぱ痛いし切れないしっていうところで、でその時にまあ悟,悟りましたよね俺は。俺はチキン野郎だと。自分の命も立てないんだと。立てないんだったら生きるしかねえなっていうね。まあそれも悟ったっていうか、まあ生きるしかないな。 一回そういう経験した俺は自分で自分の命は立てないんだと。チキン野郎だから。チキン野郎だから、もう焼かれてても死ぬしかねの生きるしかねいみたいなね <laughs>。そ,それで悟った部分もあるし、多分まあ、もう、うん、まあこれから辛いことがあっても死を選ぶっていうことは自分でね。怖いですもん。うん、まあでも死に方、いろんな死に方調べたら分かんないですけどね <laughs>。安楽死みたいなね。なんかガス、もうもうなんか。 なんかガス吸いながら死ねるっていうのもあんのかなそう,うん。まあなんか筋というか道があればそこ歩くしかないのでまあ僕はまあそんな感じですね。まああとはやっぱあのー、稼がないと僕は給料がないので。う そうさっきね、久保さんのなんかあのセールスビデオですよね多分これ熟成さんにアップセルで熟成さんにそっから熟成さんのリストに流した動画かな,なんか150回ぐらい回っててあこうやってやってんだみたいなね <laughs> まず濃いお客さんにこうセールスかけるっていうね、うん、まあそれは売れるでしょうね <laughs> もうちょっと見ましたけどちゃ,んち,ゃんとちゃんとプレゼン資料作ってんだみたいな <laughs> ちゃんとプレゼン資料作ってるじゃん久保さんみたいな ちゃんととセールスしてる思うんまあ久保さんもねねあの給料ないですからね自分で稼がないといけないですからやるやるときはちゃんとやるやってんだなっていうねうんそう、まあ、久保さんと僕は給料がないという道ですから <laughs> ね給料ないですよねそう会社勤めしてないので 給料に、給料毎月振り込まれる方が安定してんじゃないかなっていう <laughs>。安定もクソも何もないですからね。自分でやらないと。事を起こさないと。ことを起こさないと給料入ってこないみたいなね。うん。何かしらやらないと。もちろん仕組みを作って仕組みが回ってお金がこう入ってくるっていうのはもちろんあるんだけども、その、じゃあ、そ、そ,のそれ、それだけでいいのかっていうと、まあ、何個かあった方がいいですし、それは。 収入の収入源はいろいろなとこからあった方がもちろんいいのでだからサラリーマンの方ってじゃあ会社の給料が下がったらどうするんですか会社リストラになったらどうするんですか終わりですよねだから僕と久保さんはやっぱそのそれがないからこそいろんな収入のは収入の柱も考えるしねそのだから給料はもらえないっていうね会社から給料はもらえないっていうとこ道を歩いている以上いろんな収入の柱を作らないといけない常に考えないといけない 多分そのビジネスのことを考えない日ってないと思うんですよ。お金のこと考えない日もないし。うん。やっぱ毎日お金のことだったりビジネスのことを考えますよね。だから来週からもまた商品売るんですけど、そう。あの、そのセールスレターはあの今作ってますし。うん。まあ道、どんな道を歩くかによって、やっぱ考え方とか行動の仕方が変わるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。